ディスカバー京都プログラムスタート。はい。抜けない抜けない、読みます番号。23。はい、じゃあどっちでもいい。うん、だどれでも同じ。お、出ない。わ、あ、じゃあ18番。はい、何ですか。書いてありません。大吉って書いてある。お、大吉、うん、ラッキーラッキーです。あ、でもね、はい、今日のち大吉だから悪いことが先にあるかもしれない。あ、今日のち大吉、今日のち大吉だから。うん、でも、はい、レアさんはさあ、吉じゃん、吉、それはいいですか。うん、いいです、とてもいいではありません、いいです。いい、とてもではありませんね。だから方角ディレクションは西北がグッド。待ち人っていうのは誰かが待っている人ね。速やかに来たるはすぐに来ます。何ですか。で、あまり良くないことがありますけども、あとはいい。あ、ちょっといい。ちょっといい。うん、ちょっといいですね。はーい。両方一緒ですから。かなわないかもしれない。はい。重かったよ。If you say like mon amour,伏見稲荷はどうですか？ハボ伏見稲荷？楽しかったです。面白かったです。楽しかったです。はい、伏見稲荷はどうですか？どうですか？どうですか？楽しい。楽しかったです。どうですか？あ、大丈夫。でも寒いです。寒いですね。でも楽しい。痛いです。痛い？はい。どこがどこがどこが？どこ？足痛いです。足痛い。どうですか？元気です。元気です。とっても楽しかったです。はいはい、楽しかったです。楽しかったです。疲れてるよ、疲れてる。はい、もう3回目ですよ。Every year, here, they make
like sake here. で今年もお酒作りがスタートをし、あのこれからします。This year, it will start. This year as well, the sake 作り is going to start. で、あのお酒作りのお話なんですが、米と水だけがお酒作りの原料です。The ingredients of sake is only water and rice. Just two. はい。日本のお米にはですね、お酒作りのお米と食べるお米の2種類があります。There are two kinds of Japanese rice grain. One is for sake, one is for eating. Smell was very good.あの子供の時懐かしい香り。OK、はい。美味しかったです。とても美味しかったです。甘いです。それはプラムワインね。はい、プラムワイン。とっても甘いです。日本のお酒は？日本のお酒は、美味しいです。Please try.How about? What is it? How about that? How about? Just understood. でも、美味しい。美味しい。What do you think? That was. Yeah. I just now heard that.テイストだけちょっと What do you say? 美味しいよ。美味しい？どうでしたか？どうでしたか？楽しかった。3日は京都プログラム。